中田久義から1905年は、メソジストの牧師、禁酒運動、廃傷運動に大きな働きをした。広崎では、リバイバル運動の先鋒だった。中田茂春の実刑。広崎藩足軽の父平作、母、千代の間に三人兄弟の長男として、現在の青森県広崎市に生まれる。明治維新後、一家は、 南津軽郡大鼓寺村へ移住する。1875年、父の平作が脳一血で死去する。その後は、広崎に戻り東欧義塾に通う。1878年、軍人養成所に入所して、西南戦争に出生するも、実戦に参加せずに1883年に、広崎へ帰郷する。スパルタ式教育で、弟の重春を教育する。 中田に洗礼を授けた TC ウィン宣教師1884年軍隊へ戻り、金沢連隊の英書に転勤する。そこで、教会に通い TC ウィン宣教師に感化を受けて、ウィンより洗礼を受ける。金沢教会の執事と長老になる。そこ,ころ、もう一人の弟弟子作が信仰を持って14歳で、病死する。1885年に、 メソジスト教会に入る。神学校には行かなかったが、牧師試験に合格し、伝道師として、郷里の広崎に赴任して、伝道を開始した。その頃、日本最初の盲人牧師になる、藤田氏に伝道者になるように助言する。1886年、瞳明と結婚する。三男三女を設ける。北海道、長野県松本市。 埼玉県熊谷市に転勤する。1894年、松本名協会で、木下直江に洗礼を授ける。その後、折から川越に転任した。1896年定の茂春が、渡米のことを相談すると、最初は賛成しなかったが、後に賛成した。自分の衣服を売って、資金を作り、茂春の渡米を援助した上に、 翌年、広崎教会に転任が決まっていたので、広崎の小田的にいた勝子と右後の面倒を見ることになった。中田久義の牧師の頃の広崎教会1897年に、広崎に転任して、聖教師になる。1898年、帝茂春が、米国で精霊のバプテスマを受けた証を読んだことが、きっかけになり、ペンテコステ的精霊の必要を痛感していたので、 ペンテコステ同盟会を組織して、福音主義的な運動を進める。ジョン・ウェス・レイのエプスウースにちなんで、エプスウース同盟会をも組織する。1900年名古屋に転勤になる。1905年名古屋メソジスト教会で現職のまま、ョーチフスで死去する。ありがとうございます。